どうも皆さん、明けましておめでとうございます。2021年もよろしくお願いいたします。さあ、1月の1日0時より毎年恒例のね、新パックが、到来したわけなんですけれども、新パックのですね、モンスターいろいろ強いのめっちゃいるんですけど、一発目のね、新年一発目の動画はですね、やっぱりですね、2022年を席巻するであろうセプタースローネという最強ギミックをご紹介していきたいと、そんな風に考えております。セプタースローネという、セプスロ、皆さん、聞いたことあるでしょうか。生放送をね、見ていただいた方であればもうよくご存知かなと思うんですけれども、簡単に言うとゴアド稼ぐマンなんですよね。ゴアドです。ゴアド、今までこんなにアド稼ぐギミックあったでしょうか。どういうギミックかっていうと、これ、ホーリーライトニングっていうね、ドルベっていうゼアルのキャラクターが使う、カードなんですけども、セプターは召喚特殊召喚に成功するとなんか持ってこれるんですよ。ホーリーライトニングを持ってこれる、エアーマーみたいな感じで、スローネがホーリーライトニングモンスターの召喚特殊召喚に成功すると手札から出てきてワンドローするよっていうモンスターなんですよ。このね、ワンドローがめちゃくちゃ強くて、例えばセプスローが揃ってる場合、セプター召喚して、スローネサーチ効果入れます。でその効果にチェーンしてスローネ出します。でワンドローしますと。で、ここで場に2体並んでますもんね、すでに。でサーチしてきてスローネの効果がこれ場合するっていう、場合できるっていう、誘発効果なんで、これね、持ってきたスローネがスローネ特殊召喚に反応してまた出るんですよ。だからスローネとセプターが揃っている場合、セプタースローネスローネっていう盤面になって、2ドローしてます強すぎますね。で、セプターがエクシーズ召喚に成功、素材になってエクシーズ召喚に成功したモンスターは、フェードのカードを1枚破壊して1枚ドローするっていう効果ついてるんですね。だからセプターとスローネスローネ、エクシーズ召喚デルタテロスで相手のカード破壊してワンドローも入るんですよ。だ全部でここまでで3ドローしてます。で、相手のカードも1枚破壊してます。これやばくないですか、やってること。で、一応サーチも入ってるんで、一応5アドって言ったけど、実質4アドか。で、割烹ベース、これなんで入ってるかっていうと、セプスロが揃わないんですよ、なかなか。OCG の方ではね、リクルーターとかサーチャーが、そこそこいるんで、割とね、そこそこいいんですけど、セプター、スローね、揃うんですけど、これね、意外と揃わなくて、セプスロが。なので、じゃあどうしたらいいかなってなった時に、ドローすればいいと。で、強力なツボ使えるデッキあるんですよ、デュエルリンクスに。絶対運命力って言うんですけど。今日は、この絶対運命力という、このカップオブエースを使いたいがために、このスキルを使って、なんかコイントするモンスターとか入れてね。で、カップオブベース使って、4枚ドローした上でセップスローするっていう、マジで宇宙みたいなムーブをしたいという、そういうデッキになっております。早速ですね、この、ほんと、化け物じみた犯罪者ムーブをね、皆さんにお見舞いしていきたいと思いますので、早速、新年一発目、犯罪デッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。絶対運命力来た。さあ、ゴミモンスター来た。さあ、ゴミモンスター来た。絶対に引いてはいけない。やばい。ウサギか。ウサギやめて、ウサギ。ウサギやめて。あ、ラクエルはいいわ。ラクエルはいい。ラクエルはよかった。まだ。よっ、来た。あー、でもわかんない。もうちょっと待って。これでも光ってたから、光ったってことは、チャリオットじゃないから、セプスローはできるってことね。セプター召喚。これ大丈夫。盲信する、なんか検討所みたいなやつは、清掃でカバーできる。で、スローで効果。よしよしよし、これ結構いい感じの、これはいいんじゃない。これかなり強いよ、これかなり強いハンドで、スローネ特殊召喚で、スローネを持ってきて、でスローネ効果。さあ、遊戯王界史上最強の椅子の効果を発動。椅子で特殊召喚してワンドロー。よし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 。そして貴様にもチェーンは許さない。俺は捨てらないと。デルタテロスのエクシーズ召喚に成功した場合、相手はこのエクシーズ召喚には何の効果もチェーンができない。つまりセプターの効果は必ず通る。あのセプターカードは破壊させていただこう。そしてデッキからカードをもちろん1枚ドロー。強すぎる。リジェレクションあるから、これはでもこれ前だな、さすがに、さすがに前、これ前ですね。あ、対象取れないのか、確かに。ってことはリジェレクションを破壊するしかない。なるほど、貴様なんか強いな。でだ、
セットするカードはこれをセットして、どっちだ、こっちか、こっちだな、こうだ、これでバトル暗い。あ、やめますでした、あいつ忘れてた、やべえ。やべえ、あ、危ない危ない、よかった、ニセイサルがダブレ、忘れてた、あれあいつ忘れてた、あれ危ねえ、今危ねえ、忘れてた、クソ危なかった、いや、オッケー、よ、よかった、オッケー、それは全然いい、危なかった、危ない危ない危ない、今忘れてたよ、完全にあいつの存在、はい、はいはいはい、で、デモンチェーンを、で、はい、危ない、うぇうぇあぶねえ、危なかった、あいつの存在完全に忘れてたわ、 OK? よし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 よかったよかった、助かった、お母さんありがとう、 OK?で、チェプター召喚、召喚おい、相手なんもないぞ、盤面、相手の盤面ガラキやぞ相手のデッキ何もなかった、相手の盤面に、難しいね、だからそのはい来た、はい神ゲーはい神ゲー、あ、アンティキアワイバーン、なるほど、さあアンティキアワイバーン昇格にはならない、リボーンセットエンド、なるほど、砂時計は光りますかゲー、光った、なるほど、なんだろう、とりあえずホーリーライトニングセプターを召喚、俺はやることをやるだけ、俺はただ脳死してセプタースローネをするだけの簡単なお仕事、さあセプターを特殊召喚、さあそしてスローネをサーチしてきて、さらにスローネの効果を発動、ほっワンドロー、よーしよ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 し、ボケが貴様のセットカードなどな取るに足らんのだよ、フェルプス君、テラナイト、デルタテロスを特殊化し、セプターの効果を発動、貴様のセットカードは破壊し、ワンドローも入れさせていただこう、めちゃくちゃ引くじゃん、リーボーン、そしてステラナイト、デルタテロスのモンスター効果を発動させてもらうよ、フェルプス君、リボーンですよね、だから次にセットされるのがリボーンだから、ヘッドジャッキングせようか、うん、が切断使いそうだな、ここで、あ、待って、これキースか、これなんかさ伏せパクられるみたいな話可能性ある、もしかしてキースってさ、もしかしてなんだけどさ、なんか伏せパクるみたいなやつあるじゃん、あれ結構やばいよね、こう殴ったらなんか1500円かなって、なんか伏せパクられるみたいな話ある、すり替えかな、ちょ、わかんねえな、あのなんか伏せパクる好きだとやばいから、ちょっと殴んないでおくわ、ちょっともしあのなんかクセパクるみたいなスキルだったらちょっとやばいから、ちょ、わかんないから相手のデッキガチでセット、これリ、あれちょ、リボーンでしょ、はいはい、これさ、でもさ、インが切断しちゃったらめっちゃやばいことできない、これ、これリボーンさえもできんみたいな、はい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 、メフェス終了前、これめちゃくちゃかわいそうなことできない、これ蘇生するモンスターおらんみたいな、うわ最強が撃ちた、で、あれはリボーンでしょ、それリボーンね、はいはい、でリボーン発動するしても蘇生するモンスターいませんで、でカップして2枚引きますいや、やってることこれ犯罪者でしかないけどね、今のところ犯罪者でしかないけど、デモンチョもセットしよっか、バトルこれでぶん投げてあ、止めろ止めろ、ジャッジ止めろ、
った。さあ、お相手の方、海馬木馬選手、よろしく。はい、セプスロ取った。セプスロスターター発動。スキルセプスロスターター持ってるんで、僕。はい、リセプター召喚。あ、セプターだ。セプターや、君もセプスロ使いか。はいはい、スローね。これ、アバヨだな、さては。これね、アバヨセプスロっていうね、ギミックもね、私思いついてるんで、ちょっとまた、ああ、アバヨしない。アバヨしない。これね、アバヨセプスロっていうギミックも思いついてるんで、またちょっとそれはそれで動画にしようかなと思ってるんですが、とりあえず、ホーリーライトニングセプターの、を召喚して、スローネの効果を発動。さあ、本物のセプスロ使いはな、必ず初手にセプスロを握るんだ。そして、スローネの効果によって特殊召喚し、そして、スローネを持ってきて、そして、スローネ特殊召喚していこう。さあ、いけ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 、ワドロー、セプスロ来すぎ。どんだけセプスロ来る、わらひてな。さあ、3体のモンスターで、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。スペラナイト、デルタテロス、そしてセプターが育った場合の効果を発動。セプター破壊して、ワンドロー、熱い。いやでもセプスロってさ、デモンズチェーンあんま効かないんだよな。セプター、でもセプター止めれば、あれか、2体目のスローネサーチ止めれるから、言うてここ止めるしかないな。ちょっとね、ちょっと不安ですね、これ。セプスロされるのは結構きつい。セプター召喚はいいわ。で、ここデモチェするしかないから、ここ止めるしかないね、多分。ここ止めるしかない。さあ、これ止めるしかない。なんかありますね。あとスローネか、スローネ特殊召喚しないパターン、スローネ特殊はしないパターンですか。ああ、いいんですか、いいんですか、あれいいんですか。あ、でもアバヨあるか。はいはい、アバヨ、はい、オッケー、アバヨどうぞ、アバヨどうぞ。でバラ杖杖出た、それは強い。バルハラでもう一回か、もう一回セプター。いやでも止めるしかないよな、もうデモンズチェーン無駄に打つしかなくて、いやこれ死んじゃうから、これこのままだと、セプター召喚の効果にこれデモンズチェーン打つしかない。3枚でしょ、スローネ、いやスローネあるかどうかなんだよなと。いやもうこれ打つしかないから、デモンズチェーンここに打って、どっちにしてもデルタテロス出てきたらね、意味ないんでね、デモンズチェーンちょっと無効化されちゃうんで、実質なんかある。清掃、熱い。うわ、強い、やばい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 。いやでも知らないか、別に言うて、こっちももう一回セプスロすればいいってことか。だからセプスロして何引けばいいんだ。モンスター残んないから、スローネがもう2枚使っちゃったから、ですね、スローネ、いや、強い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 、なんだこのセプスロ環境。そう、超絶セプスロ環境じゃねえか。遊戯王セプスロリンクス、スタート、デュエル3倍。でこれ何ですか、デルタテロスですか。デルタテロスいいですよ、テラライト入ってるかもしれないですよ私。はいはいはい、バイロンディシグマ、バイロンディシグマだと。貴様、そのモンスターは相手のモンスターをパクれるやつ、やばい、なんか強いサクリファイスきた、やっべ、うざ、知らないでしょ俺多分。あ、死ぬー。いや、強すぎー。